こんにちは、エッセンスのまるです。ナンガが別注したスブのウィンターサンダルの2022年モデルを紹介していきます。このコラボサンダルは2021年の秋冬にリリースがありまして、その時エッセンスでも展開あったんですけど、2つとも即完売となりました。おそらく他のお店さんでも同じようにすぐ完売しちゃっていたと思うので、でリセールの市場では結構もうプレ値がついちゃうっていう結構異例のプロダクトとなりました。2022年の今年もリリースがありますので、性能とサイズ感と試着感想の紹介をしたいと思います。オーロラウィンターサンダルと焚き火ウィンターサンダルの2種類展開がありまして、このフォルムとソールユニットは同じですね。でどちらにもこちらのスブとナンガのダブルネームの袋がついてきます。ではまずオーロラウィンターサンダルの紹介です。こちらの一番上の段ですね、こちら税込み6600円となっております。でナンガの人気のダウンジャケットでオーロラダウンジャケットっていうのがあるんですけど、この同じ素材オーロラテックスをこちらのウィンターサンダルにも使っています。生地に染み込もうとする水の圧力に耐える耐水圧が2万ミリとされていて、一般的に大雨が1万ミリ、嵐が2万ミリと言われているので、ものすごい防水性を持っています。なので普段使いはもちろんいいですし、アウトドアとかそういうアクティブなシーンでも使いやすい素材となっています。で内側は淡い鴨柄となっていますね。多分これちょっとデジタルカモみたいな柄ですね。これ比較的男性っぽいデザインかなとは思うんですけど、レディースサイズも全カラー取り揃えていますので、メンズライクなデザインが好きな女性の方とかにもぜひ手に取ってもらいたいと思います。で次に焚き火ウィンターサンダルです。こちら税込み7700円です。スリッパとして考えたら7700円ってちょっと高いかなっていう印象なんですけど、まあ、オリジナルより3000円ぐらい高いのかな。でも2021年の時に速攻で売れていったのは焚き火でしたね。こちらもナンガの焚き火ダウンジャケットと同じ生地を使っていまして、難燃性があって、その名の通り焚き火をしていても燃えにくいという性能があります。だからキャンプをしているとスブのオリジナルのウィンターサンダル履いている方結構多いなって思うんですけど、このサンダルはナンガが別注しているだけあって、スブのサンダルの中でもよりキャンプ向けの一足となっています。内側はボアになっていて可愛らしいデザインですね。でサイズ感ですが、1サイズに対してのサイズレンジが結構広い設定になっているので、ちょっと選ぶのが難しいかなと思うんですけど、サイズアップもサイズダウンも基本的にはしなくていいかなと思います。普段ナイキの 27.5 を履いているスタッフ2名に試着してもらったんですけど、2人ともサイズ2でジャストでした。サイズ2は26から 27.5 相当となってます。普段 27.5 を履いている方でこれを履いた時に、まあ、足の形とか履いてる靴下の厚みによってはちょっとタイトかなって感じるかもしれないんですけど、サイズ3にサイズアップすると28センチから 29.5 センチ相当向けになってますので、 29.5 の方でも履ける設定ってなると 27.5 の人が履くと結構ブカブカになる可能性もありますので、まあ、一応好みもあると思いますが、まあ、表記通りのサイズを選ぶのがいいんじゃないかと思います。
私は2021年モデルのこのオーロラウィンターサンダルを実際に買って約1年間履いているんですけど、めちゃめちゃ快適です。最初キャンプで使おうかなって思っていたんですけど、結局お家で使っていて、だからスリッパとして愛用してますね。約1年使ってますけど、ずっとふっかふかで本当に裸足で歩くより全然快適に過ごせるので、もう他のスリッパもあったんですけど、もうずっとナンガス分のサンダルを履くことになりました。で、夏はさすがに暑くて履く機会減りましたけど、でも逆に私が冷え性なので、ちょっと寒いなって感じた時はこのサンダルを履いたりしてます。なので冷え性の女性にもおすすめのサンダルです。で、エッセンスではオーロラも焚き火も全カラー全サイズ取り揃えていますので、今年は皆さんにお届けできると思います。ただ人気のカラーすぐなくなっちゃうと思うので、気になるカラーがある人は、お早めに検討していただければと思います。